おじい様、リオンも聞け、客人よ。ウィラードと言ったか。ああ。この私が自らの口より真実を話せるうちに、この機会を設けてくれたことを感謝する。お前はきっとベアトリーチェより使わされた天の使いに違いない。感謝する。その機会を設けたのはベアトリーチェじゃねえ、どこぞの魔女だ。いや、どっちも魔女には違いねえ。お前が誰でもよい、私に機会を与えた、それで十分。感謝するぞ、ウィラードとやら。今こそ語ろう。私がベアトリーチェに、ベアトリーチェ・カスティリオーニに出会ったのは終戦間際。彼女は海の向こうからやってきた。お前は金蔵なのか。昔のおじい様です。写真で見たことがあります。これは一体。ベルンカステルのくれた感激者の力だ。無理に理解するな。頭痛になら分かってきたな。改めて名乗ろう。私が後宮金蔵である。おじい様、私は後宮家など継ぎたくはなかった。私が当主に選ばれたのは運命のいたずらに過ぎぬのだ。関東大震災で主だった者が死にたい。分家筋のお前が抜擢された。そうです。おじい様は若くとも聡明な方で、当主にふさわしい貫禄を若くしてお持ちの方でしたから。とんでもない。欲深な長老たちは互いの利益ばかりを主張し合い、新しい当主を選び出すことさえできなかったのだ。まるで沈みゆく船で新しき船長は誰かと議論するような愚かさよ。だからこそ本家の誰ともしがらみのないお前が突然に抜擢を受けた。全てはこの足の指のせいだ。足の指が一本ずつ足りなかったなら、我が人生は全く異なるものになっていたであろう。くだらぬ話よ。長老どもは自分たちの誰も得をしない馬の骨であれば誰でもよかったのだ。たまたま分家筋に両足の指が6本ある者がいると耳に入り、それでいいと決まったわけか。そういうことだ。長老どもは自分たちの操り人形になるなら、次期当主などどこの青二歳でもよかったのだ。むしろ帝王学に無知な人間ほど好ましい。おじい様、リオン、お前は違う。お前は我が全てを受け継ぐものだ。お前が生を受けた日より
それは運命づけられていた。だからこそお前に銀の指輪を与え厳しく育ててきた。そなたは私とは違う。誰にも恥じることのない立派な当主跡継ぎであるぞ。はい。操り人形の当主か。気楽なものじゃねえだろうな。あれはあまりに長い長い灰色の日々であった。それは私には岩に蒸す苔のような気の遠くなるほど長い長い死んだ時間。ああ、このまま自分は静かに殺されるなと、うっすらと感じていた。信じられません。強胆なる名君と称えられたおじい様が、そのような日々を送っていたなんて。リオンよ、自ら生きぬ人生ほど、気迫で長いものはない。なのに、それはあっという間に過ぎ去るのだ。心せよ。自ら生きる人生。生きるってことは意志を持つということだ。殺された日々だったろうよ。そうだ、私は生きたかった。いや、死にたかった。操り人形はどうすれば死ねる。糸を断ち切ることです。そうだ、それが死ぬことであり生きることであり解放だ。
戦地で死を求めようとしたのか。同じ死ぬなら誰かの役に立つべきと思った。いや違うな。私には自らの命を絶つ気力さえなかったのだ。もっともらしく死ねる理由が戦争だったのだ。おじい様は土木建築の知識がありましたので、海軍設営隊にて施設造成などに従事されたと聞いています。とんだ誤算よ。何の取り柄もないと言っておけば、すぐにも死ねる最前線へ送られたものを。最前線に行かずに済んだのか。幸いと喜ぶ仲間もいたよ。私には逆だった。戦って死ぬという出来すぎた美酒の焼け酒が欲しかっただけなのだ。忘れられた島の上空を米軍の編隊は横切っていくだけ。彼らは私のために爆弾一つどころか鉛玉の一つさえ恵んではくれなかったのだよ。おじい様はその日々の中でベアトリーチェにお会いになられたのですか。そうだ、あれは海からやってきた。どこであった。島と言ったが。ここだよ、この島にやってきたのだ。お前たちは六軒島で出会っていたというのか。どういうことですか。おじい様が六軒島を買い取るまでは無人島だったと聞いています。この島に日本軍の基地があったなどとは初耳です。そうだな、あんなものは基地とは呼ばぬ、ただの岩窟よ。私はその岩窟の番人だったのだ。八丈島に基地が作られたことは知っていました。しかしそれが六軒島にもあったなんて。どこの間抜けがこんな何もない島に作ろうと言い出したやら。秘匿上の都合。バカバカしい。お上の考えることなどわからぬし、私にとってもどうでもいいことだった。お前はその基地の建設に関わったわけか。建設？岩窟を掘り広げただけを建設と呼ぶならな。しかもその上、基地は未完成のまま放置されたのだから。どうしてです？当時の日本にそいつを詰めるほどの大型潜水艦はもう残っていなかったのよ。滑稽な話だ。潜水艦もないのに潜水艦基地など今さら必要なものか。役人の無意味な箱物作りは今も昔も変わらぬわ。